皆様、こんばんは。今日は2022年1月23日日曜日です。中国は国際郵便物を規制するより外国のものを買わないようにしています。そして中国はいつ国をオープンすることができるでしょうかこれについて話をしたいと思います。中国の代理購入。 バイマというものですが、つまり海外に行って中国からの注文を受けて、それを買って中国に発送していくというサービスです。このサービスはあのバイマと言いますが、大変です。中国語で言いますと、海の中で、まあ、買って買い物をすると、タオバオの海外サイトショッピング、海外のショッピングサイトですが、 シンセの情報ではありますので、海外ショッピングすると、健康バーコードが黄色になります。新鮮の話ですが、1月13日、新鮮センのロフチュという、一時的に奉公、その保管する倉庫ですが、到着しました。商品ですね。しかし本人は塩田区に住んでいて、まだ取りに行っていません。 18日に健康バーコードが黄色になってしまって、夜家であの隔離してくださいという連絡が受けたんです。19日、団地の PCR 検査を受けて団地で受けました。緑になることができました。これで新選手の政府は説明しました。外国からの郵便物を受け取ると黄色になります。PCR 検査を受けてください。 外国のものを買わないようにしてくださいというふうに言われました。現在、新選手の政府のやり方としては、海外の荷物を受け取る方、ショットメッセージ、メールか、まあ、電話かけかてくるか、どちらかです。それに従って、PCR 検査を受けてくださいねと言います。 これはですね、海外で物を買う方なんです。中国のサイトで海外にいる方に発注をすると。で、それで情報が行きますので、政府が発布することができますので、その方が対象となります。海外から荷物を発送してくれて、その荷物はもしこのサイトで買ったものでしたら、こういう風になると思います。ただ、何もしなくて、海外のその、 例えば、お友達とか、親戚から送ってきた荷物は、この対象にはならないと。今のところですが、そういう風になります。行政のコストだと言いますが、高いんです。メールとか電話とか、そして PCR 検査、3回もやりますが、でも最後は1回でいいです。しかし、ピッキンは黄色にはしませんという風に発表しています。講習も黄色にしませんよと。今のところは新鮮だけです。 国家郵便局安全検査部発表しました。確実に外国からの郵便物を検査する。壁を立てる。ウイルスを遮断する。外国の状態が良くないんです。危険です。郵便物が来ると我々も危険です。外国の,その商品を購入するショッピングサイトの企業は国家の防衛に応じてルールを作ってくださいと。 特に感染者の多い国からの商品を買うというのは制限するなど考えてくださいというふうに指導されました。中国には中通国際というサイトがありまして海外の商品を購入するショッピングサイトなんです。毎日このサイトだけです。平均1日海外からの荷物は12万件あります。荷物が中国に入ってきて先に補税倉庫、 課税商品をこう保管する一時的な倉庫この倉庫に入れますが、この倉庫に入れる前に1回を取得すると、そしてここさ郵便物をチェックする場所ですが、1日2回所得を行うと政府のアドバイスっていうのは国民に対してできるだけ買わないようにしてくださいね。と、海外のもの受け取ったら。 お答えで開封するマスクをつけて、手袋もつけて、開封してから箱をきれいに畳みます。マスクと手袋を捨ててくださいと。手を洗う前に口とか目を触らないでくださいねと。ゴミは袋に入れてアルコールをかけてくださいねと。これはですね、本当にもう正々堂々で真面目そうな顔して嘘をつくんですよ。現在は、 南京、アモイ、西安、北京、深圳の政府はこのようなメッセージを発表しています。海外からのショッピングをできるだけやめてくださいねというふうに発表しています。現在、中国政府はある世論、雰囲気を作っています。配当というのは、外国から商品を買うと感染するよと。 まだ健康バーコードが黄色になってしまいますよ。行動は制限されてしまいますよと。リスクが大きいです。これで判断できるのは、外国にいる方、代理購入をして、中国に送る。このビジネスは、これからは厳しいです。商業の環境が有効的ではないというふうに私は表現しますが、なぜなら、政府が支持しないという意味なんですよ。 そうすると、消費者が中国に行って、株人は買います。でも、株頻度が減ります。ある意味、量が減るという意味なんですよ。この業界は間違いなくショックを受けるというふうに思います。中国政府は今まで積極的に推進するわけではないんですが、支持してきました。目的は人民元の国際化なんですよ。 人民元を国際的な通貨にしたいんです。外国で元が使えるようにしますと、少しずつではありますが、最終的に人民元は国際的な通貨になります。海外のものを買うのは自由の選択ではあります。多くの海外に住んでいる中国人、あるいは外国の方もいますし、これを仕事にしています。まだ、 海外でををを設立しててて倉庫を借りて代理購入事業をやっています一人のユーザー、一般人ですが、中国で発注をします。例えば、中国には Amazon ありませんので、例えば、例えばの話ですが、日本のアマゾンにあの情報、その倉庫の情報を入力します。それで日本のアマゾンで買い物をできます。 買い物したですね、その商品は当然ですが、この受け取り人は倉庫となりますので、その倉庫に配達してくれます。当然ですが、その倉庫は開封して、商品をチェックして、最終的に一つの箱にしてくれます。で、まとめてチューブに発送してもらうと、このビジネスをやる人は非常に多いんですよ。あるいはもう、 突発的に代理購入です。バイマのように、この商品を買ってくださいと。特定した商品を買ってもらって、その商品だけ送ってもらう。これが非常に多いんですね。外国から商品が届いて、今までは、ほぼ100%言いていいと思います。届けてくれます。税金の徴収というのはなかったんです。これから税金は取るようになります。そして、 特別配達料金も取ります。これは非常におかしいんですが、私も聞いた話なんですけれども、外国から送ってきた荷物は、配達料金はもう支払っています。でも国内ではもう一回取るんです。世界の専門家、また医療機構はみんな実験とか研究をして結果を出しています。荷物であっても、ティッシュであっても、付着された、 ものはどうなるでしょうかウイルスは結果は大丈夫なんです影響はありませんでも中国政府衛生機関官僚たちはみんな言います外国の荷物は危ないですよとでも証拠はありません実験もありませんどうしてこの結果を出したでしょうか説明もありませんただしこれが結果です世界では大丈夫です中国は大丈夫ではないというふうに主張します理由というのは 中国の感染者は増えているからなんですよ。そしてこれから大規模な蔓延となるというふうに予測しているからなんです。そうすると外国のせいにしないといけません。それで郵便物にしました。国民はやはり怒りますので、文句を言いますので、不満を言いますので、そうすると中国政府は知らない顔をすることができます。大規模な感染をすると。 国民に説明する必要もないんです。外国のせいにすればいいんです。例えば日本でもアメリカでも台湾の政府であっても、あるいは台湾の関係者、政府の関係者であっても、 記者会見開きます。毎日説明をします。感染者はどのくらい増えましたか我々はどういうふうに対応するのかこれからはどういうふうにしたいのかそれを毎日説明をしていきます。国民、また市民に理解してもらおうと、協力してもらおうといっぱい説明をしてお願いもします。 市民、国民に納得してもらえるように実験とか研究の成果、結果を公開します。いっぱい努力をします。でも中国は簡単なんです。外国からですよというふうに言って以上です。何もしないんです。その外国とはアメリカなんです。基本ですが。アメリカをごんでくださいねと。それで終わりです。世界で見ると他の国はみんな まあ、あまり良くないんですが、南アフリカは攻めていないんですよ。WHO の話ですが、初めてのオミクロンの感染者は南アフリカからですというふうに、まあ、発言されましたので、公開されましたので。でも、みんな、南アフリカのせいにしていません。責任にも追及もしないんです。でも、前提があります。武装とか隠蔽してはいけませんよと。 真実な情報、状況を教えてくれてそれだけでいいんです。どう対応するかはそれぞれの国、国民が判断する。中国の政府の行動はやはりかれています。外国のせいにしています。ずっと外国のせいですよ。外国からですよと言っています。ウイルスも外国からですよとみんな思っています。当時、武漢から世界へ蔓延した。 世界のみんなは、武漢を責めたりとか、中国を責めたりはしていなかったんですよ。サースの時も同じでした。中国政府は真実を隠蔽したり、嘘を言ったりのが問題ですよ、と。例えば、嘘を言うというのは、一番わかるのは、人から人へ移りませんよ、と。安心してくださいね、というのが嘘でしたね。ずっと大丈夫です。自由の投稿は大丈夫です。最後はその嘘がバレてしまいました。 PCR 検査というのは日本でもアメリカでもやります。例えば入院します。PCR 検査をしましょうねと。病院の経営は維持できます。でも中国は違います。まずは PCR 検査キット自体が信用性が低いんですよ。低すぎて政府自身も信じないんです。そうすると何回も何回も繰り返し検査しましょうねとなります。 病院の医療関係者はみんな PCR 検査に派遣されますので、それで病院の運営はやめるわけではないんですが、病院のペットをある程度空きにして大規模感染に準備しようとします。もともと中国では病院が足りません。これでもっと足りなくなってしまいました。中国は他の国と違うこのゼロ政策を取る理由というのは、 PCR 検査信用できないからです。例えば70%の検査キットは効果あります。残りは効果ありません。曖昧です。そうするとずっとこの繰り返し検査しましょうねとなります。次はワクチンの効果がないんです。ワクチンの効果が少しでもありましたら感染者ゼロ施策はないと思います。 ワクチンの効果を期待できなないいいかから、ら、自信ないからゼロ政策をやり続けています。国際通貨基金総裁、ゲオル・ギエバという人間ですが、中国政府との関係は非常にいいんです。1月20日、世界経済サミットで発言しました。中国政府はもう一度コロナのへの対策、政策を見直し必要あるでしょう。 ゼロ政策は一定の期間内で感染のスピードをコントロールはできます。でも今の状態で中国の原材料、部品を製造する大学なんです。中国は。世界へ商品を供給しています。世界の工場です。中国のこのゼロ政策で中国も世界も経済の発展が影響を受けていますというふうに言っていました。次はニューヨークタイムズ。 1>, 1月21日での発表のコードですが中国政府は引き続きゼロ政策を実施しています。でも現在はオミクロンになってきました。感染はしやすいです。でも中国製のワクチンはオミクロンに効果があっても少しだけでしょう。中国の政策の効果はなくなってきていると。でも中国政府は見直し、調整はしないです。 逆にもっと厳しく対応するようになってきました。感染しないように遮断をすると。判断としては中国の経済と国民の生活はショックを受ける。これから中国は調整するでしょうか中国の国家衛生局、感染病研究院、主席専門家学者、宇宙悠吾さんですねこの。この人間ですね。 もう嘘しか言わない学者なんですよ。2020年からです。もうこの人は嘘しか言わないんです。記者会見で発言しました。西洋、特にアメリカは最悪です。政府は無責任で、だから国民は大変です。我々、まあ、我が国もアメリカから被害を受けましたと。アメリカは1日5、6万人でした。今は100万人となりました。 アメリカの医療機関はショックを受けるかもしれません。ここではかもしれませんと表現しました。医療機関は崩壊して患者は病院に行けません。軽い症状の方は重くなる。重い症状の方は治療はできなくなってしまう。感染者の数は増える。あの被害者の数も増えるというふうに言っていました。これでわかるのは中国の学者、毎日このような発言をします。 中国の国内では多くの市民はこの情報を受けてみんなびっくりはします。そしてアメリカは大変です。かつ悪魔のような政府なんです。この各者は記者からの質問を受けて返答していました。皆様に少し紹介したいと思います。中国の感染の始まりは海外からです。外国から来たウイルスが中国の一部の都市で大変になっている。 その当時の一部の方は国内の移動でさらに感染が拡大した。冬流行る傾向があります。海外も冬となって感染者が増えて中国に持ってきた。中国はできるだけ海外のせいにしているのがもうこれでわかると思います。しかしこれは他の国にはできないんですよ。なぜなら 国と国の間は接触もしますし、交流とかビジネスもありますし、また親族の訪問もあると思います。などなど、いろいろその接触する場面はあると思います。やはり、これは避けることはできないんです。その国を責めたりしても意味はないですし、もう結果は出ています。これからどうしましょうかみんな考えます。でも、中国政府は、 自分は何もしないんです。反省もしないんです。とにかく外国のせいにしましょうねとなります。まあ、非常に簡単です対。対策としては。記者は聞きました。2022年春以降、世界各国、特に先進国は国をオープンにして自由投稿できるようになりそうです。どう思いますかで、このウーサンは、その可能性は高いです。ヨーロッパ先進国にとって、 オープンするかしないかはあまり変わりません。しかしみんなオープンにすると中国は圧力を感じる。中国はどう対応するかはわかりません。研究してから発言すると。記者は聞きました。当時あなたは言いました。世界。 先に予防接種を受けて先に勝利する。先に国をオープンすることができる。我々は人口の80%以上予防接種済みです。2022年オープンできるでしょうか無理でしょうかウさんは言いました。このことは今複雑になってきました。当時我々は歴史に基づいて判断した。集団免疫になって 外国から入ってきても大丈夫です。しかし、オミクロンは違います。アメリカ、ヨーロッパの状態は良くないんです。まだ、天使の状態を見て、我々のワクチンはそこまで効果はないんです。やはり感染してしまいます。確かに重症化にはなりませんが、でも感染しないことではないんです。 中国の政策はゼロ政策です。世界のみんなと違うやり方です。いつオープンするか、どうオープンするか、研究する必要はあります。というふうに言っていました。これは本当にですね、中国政府は運がいいんですよ。オミクロの前に効果はないんです。ワクチンはずっと効果ないんです。でも今回は、 アメリカでもイギリスでもやはりオミクロンの株に対応するワクチンというのはやはり影響を受けています。中国もこれを理由にして我々も大変です。それを理由にしたんです。もう実は効果は最初からないんです。記者は言いました。2年間来ました。経過しました。ゼロ政策は調整しませんかと。で、このウさんンはウズンユー、あのゴサゴードで書いてありますが、 ごさん、調整は必要です。でも、いつ調整するか、どう調整するか、どこまで調整するか、今はわかりません。敵を一撃で倒す技を持っていないからわかりません。一撃とは、有効なワクチン、有効な薬があれば調整したいんです。そうすると、上の偉い人は納得してくれます。今のところは無理です。結論というのは、この、 ウサンですね。衛生局。何もできません。中国の衛生局も。何も研究もできないんです。唯一強いのは口先だけ強いんですよ。この2年間、実は何も進んでいないんです。物を盗めるなら盗もうと。無理なら外国が発表した資料を見ます。このウサンが表現されたものは全て普通なんです。別に大した研究成果出していません。 自分の観点も持っていません。知識もありません。すべて中国政府、この党の政策のためにサービスをしています。中国の政策はこのような学者には関係ないんですよ。上の人が決めますので。学者たちは強い口調で専門的な用語で言い訳するだけでいいんです。このような学者はアメリカを攻撃することによってまだ先進国に対しても、日本に対しても、 口での攻撃しないと無理なんです。なぜなら何もしなければ自分の存在感でなくなりますのでないんです。攻撃しないとこの組織に存在する価値はないんですよ。そうすると外国の戦にするのは戦後の,のプロジェクトの一部ではあるというふうに思います。まあこれでわかるでしょうと思いますが。 しかし、中国政府は本当に簡単です。何も説明はいらないんです。どうしてこのようになったのか、どうしてこうしましょうとか、説明は一切ないんです。これからどうするのかは、説明は一切ないんです。何もしなくていいんです。全て。 外国の、外国の戦にすればいいんです。とても楽なんです。そして、多い国民はこれを聞いて信じます。なるほどです。外国は最悪です。特にアメリカです。ダメですね。そういう風になってきます。そういう雰囲気を作っています。この動画はここまでにしたいと思います。最後、いいねのボタンをお願いいたします。ありがとうございました。